おはようございます、国さんです。今回のね動画なんですけども、今現在ね私はね札幌市にいます。それでね札幌のね初日になるんですけども、その初日の晩ご飯をね食べに行こうかなと思ってます。それでね今回の晩ご飯どんなの食べるのかなって言いますと、札幌といえばねジンギスカンですよね。それでねそのジンギスカンなんですけども、普通だったらね有名なだるまですよね。そのだるまじゃなくて、今回行こうとしているところがねそこのジンギスカンなんですけども、地元の人とかねあとはね知る人ぞ知るという形で、観光客でも知ってる人しか行かないね、結構ね分かりにくいところにあるジンギスカン屋さんなんですね。これもね私はねインターネットの方を見てこのお店ね分かったんですけども、そのお店をねインターネットで予約しまして、それでこれからね今向かおうという形です。でそこがですね塩ジンギスカンがねめちゃくちゃうまいらしいんですよ。それとね牛のね冷凍のご飯の上にかかってるご飯物もね人気らしいので、めちゃくちゃ楽しみですね。それではねこれからね向かってみたいと思います。はい、お店の方がね近づいてきましたのでね、まずはねお店の外観の方からご紹介していこうかなと思っています。なんですけど本当にここら辺でいいのかな、ほら真っ暗、まあ今8時半ぐらいなんですけど、周り見るとね本当に住宅街なんですよね。すごいですね。あ、わかった、ここだ。それではねお店の外観の方ご紹介したいと思います。今回ねご紹介するお店はねこちらになります。はい、ちょっとね暗くて見えないんですけど、この奥にあります肉の朝倉さんになります。それではね店内の方に入りましてね、どんなジンギスカンなのかどんな店内なのかっていうところをね皆様にねご紹介したいと思います。それではお店の中入ってきます。暗くてわかんないんですけど、上にね肉の朝倉と書いてるんですけど真っ暗で見えないですね。それではね中の方に入っていきたいと思います。こんな感じですよ。なんか家なのか店なのかわかんないみたいな、もう隣これ家ですからね、奥なんかアパートですし、これも家だな。周りがね家ばかりなのに、その中でここにポツンとお肉屋さんがあるような感じなんですよね。ではねお店の中入ってきます。はい、こちらがね店内になります。テーブルがね6個ありますね。そしてねのれんの先がね個室になってます。見た目の通り家庭的な店内なのでとても落ち着きますね。こちらはねお通しになります。エビ2つとね椎茸1つになります。ジンギスカンと言いますとドーム型の鉄板を使うのが一般的かと思うんですけども、こちらはね炭火で網で焼くような形になってますね。それでは焼いていきましょう。それではね焼けるまでの間、一番最初はこれですよ、ビールですね。じゃあいただきますか。一日締めの一杯ってなんでこんなに美味しいんですかね。あ、また飲むの。はい、満円の笑みでございます。はい、これがね塩ジンギスカンになります。800円になります。はい、これもね焼いていきましょう。こうやってねジリンを独占して使って焼くっていうのね、これがなんともいいですよね。実際に焼いてるところはねこんな感じになります。まずはねエビが焼き上がったのでこちらからね食べていきましょう。クニさん熱そうっすね。はい、抜けたみたいなので食べていきましょう。はい、クニさんからグッドグッドが出てますからのビールですね。しいたけも焼き上がったみたいなのでこちらも食べていきましょう。塩だれをしっかりとつけまして、久々の焼きしいたけを食べたんですけども、これがめちゃくちゃ美味しかったですね。うまくてグッドが止まりません。次は塩ジンギスカンを食べていきましょう。こちらは塩ネギですね。
その塩ネギをね、本山肉で食べていきましょう。これがね、全然臭みもなくて、ネギ塩のね、さっぱりが合わさってとっても美味しかったです。もううますぎてね、参っちゃいましたね。そして口に肉が入ってる状態でネギですよね。こちらもね、グッといただきました。こちらはね、お店の人気の和牛サガリに1100円になります。炭火の低温でね、じっくりと焼いていきます。焼けてきますとね、こんな感じで黒くなります。これはね、焦げてるわけじゃありませんよ。焼き上がりましたらね、こうやってハサミでチョキチョキと切ってね、食べやすいサイズにしていきます。そしてね、サガリのタレなんですけども、黄身ですね、こうやってね、絡めてつけてね、食べていくような形です。もうね、このビジュアルうまそうに決まってますよね。では食べていきましょう。もうこれめちゃくちゃ美味しくて、グッドがね、プル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 増えて止まりませんね。はい、ついにね、締めのラスボスが出てきましたよ。牛トロライス500円になります。凍った牛フレークがね、あったかいご飯でトロトロに溶けて、その上にね、黄身とネギが乗ってますね。もうね、食べる前からニヤニヤが止まらないんですよね。こうやって黄身をね、牛トロフレークと混ぜ混ぜしまして、混ぜ終わったのでね、食べていきましょう。もうね、これうますぎてラスボスに負けちゃいましたよ、私。おかげでグッドがね、めちゃくちゃ震えてますね。ここからは食べてるところをご覧ください。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。はい、ご飯ね、食べてきました。いかがだったでしょうか。ここのね、お肉はね、めちゃくちゃ美味しかったですね。臭みが全くなくて、牛トロライスなんか最高にうまかったですね。お肉もめちゃくちゃ美味しかったです。観光名所のね、お店が飽きちゃったなっていう方はね、ぜひともこのお店ね、来てみてください。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしね、この動画がね、参考になったよっていう感じましたらね、高評価の方ね、グッドボタンよろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録をしてない方はですね、ぜひとも下にありますのでね、チャンネル登録の方をですね、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた、バイバーイ。